ーストラリア大陸の最南端に向かいたいと思います。という動画を撮りたかったのが今日。いやマジでね、今から向かうためのスタート地点にアマちゃんで登ってきた途端にアマちゃんから白い煙もくもく、おいおい、どうするんやって、電波も繋がらんぞこんなとこ。はい、てなわけでね、今日の旅はまたこのアマちゃんのせいでおじゃんになりましたよ。しかしね、皆さんも覚えておいてくださいね。突然エンジンルームから白い煙がもくもくと出てきた場合、主に原因は2つであります。1つはラジエーター、クーラントの液、これはエンジンを冷やすための水、こいつが漏れているかなくなっているか、もしくはエンジンオイルが漏れてしまう、この2つであります。これをチェッキングしないといけないです。エンジンオイルは調べることができますね。ここをこうやって引っ張るんですね。さっきまでチェックしたんですけれども、タオルで拭いてもう一回やると、さっきやったばっかりなんであれなんですけどね。ご覧ください、全く今この間にないといけないんですけど、それ以下になっちゃってますね。これは完全にエンジンオイルが漏れている可能性が高いですね。いやー参ったね。クーラントですね、ここがクーラント液と確認できます。あ、クーラントは大丈夫そうですね、フルですね、クーラントは問題ないと。やばい、アマちゃんはぶっ壊れたけど、ナショナルパークからの帰りにエミューがおるぞ。エミュー、エミューです。いやすごいですね、世界最南端ともなるとエミューがいるんですね。砂漠にいるかと思ったよ。エミューです、エミューがいます。すごい、暑いねやっぱり。こんな感じでこの紙を使ってやりましょうかね。とにかく多分エンジンオイルが漏れてるんでね、エンジンオイルをもう継ぎ足しでいきますよ。もう継ぎ足しです。こんなんでいいかな。おいしょ。どんなもん、もっと全然わからん、全然わからん。